落ちる重量に落ちる星だったんですけどね、まあ番付上の運からね、はい、幕尻にとどまったわけですから、これはやはりチャンスですよね。こういう機会を生かして上を目指してほしいんですよね。さあ土俵上、まず前半戦の注目の取組です。新入幕同士ですが、6勝2敗の高見盛と5勝3敗の千斗龍の対戦です。東方高見盛、東前頭11枚目、青森県北津軽郡板柳町出身、東関部屋。西方千斗龍、東前頭13枚目、アメリカミズーリ州セントルイス市出身、友綱部屋。幕内では両者は初めての対戦です。新入幕同士の対戦、今日は午後、相撲記者クラブと時津風理事長との懇談会がありましたが、その中でも今場所の3人の新入幕、高見盛、千斗龍、それに安美錦の名前を挙げて、非常に個性があってはつらつと相撲を取っているという言葉がありました。まさしくそうですね。そうですね、もう両者は本当にこう自分の持ち味っていうんですかね、よく出してますよね、はい。まあ、高見盛の場合は右四つね、はい、四つになっての引き付け、より投げですね。千斗龍は突き放しですね。もうとにかく離れて千斗龍、組み止めて高見盛という、本当に典型的にこう、相撲の体質がね、取り口が違う両力士ですからね、また楽しみですね。これは今日の向正面は玉垣さんですが、玉垣さん、はい、新入幕でこれだけ伸び伸び相撲が取れればいいですね。本当ですね、よくやってますね。自分の持ち味を発揮してますね、お互いにですね。今日はどうでしょう、どんな展開になるでしょうかね。捕まえたら高見盛ですけど、はい、千斗龍もね、立ち合いの一発がありますからね、それが見どころですね。そうですね、はい。十両では3回対戦していまして、2勝1敗で高見盛が1つリードしていますが、白黒と交互に来ています。食い投げ、寄り倒しで高見盛、押し出しで千斗龍という十両の成績。さあ6勝2敗の高見盛と5勝3敗の千斗龍、注目の立ち合いです。あっと、合いません。2回目の立ち合い、当たった、右を差して突き放した千斗龍、激しい相撲だ。回しを取った高見盛、上手投げ、高見盛の勝ち。千斗龍の激しい攻めを耐えました高見盛。ただいまの決まり手は上手出し投げ、上手出し投げで高見盛の勝ち。上手出し投げです。いや、新入幕らしい激しい相撲、もう一度ご覧いただきましょう。千斗龍はね、すごい突き放しだったんですけどね、もう顔にもかなり入ってますよね、乱発も。それでその左上手取るとやはりね、もう千斗龍力出ないですね、はい。今度は別の角度です。当たりは千斗龍もいいですね。いいですね、まあ、高見盛もね、一歩踏み込んで右を差しに行ったんですけどね、はい、それを振り払って、この辺りは激しいですよね、はい、本当に、まあ、突ききれなくて引きに行くんですけどね、やはり 残りますよね、その高見盛、足をよく運んでね、はい、前にここで引いて上手を引くんですね、はい、やはり力つけてますね、高見盛は。結局千斗龍側から見ますと、ここの引いた場面で
上手を取られてしまいました。そうですね、高め盛りに引くっていう場面が全然見受けられないですね。一歩もう前に前にっていう気持ちでしょうね、これは、はい、向こう正面玉垣さん、はい、近くを通ってると思いますが、いい相撲でしたね。いい相撲ですね。どうですか、高見盛りの将来性という点では。もうこのまま伸びて いくと思いますよ。で自分の肩を持ってますからね。そうですね、山口さん、はい、敗れた戦闘竜がね、汗まみれ、そして腹のあたりは砂まみれで帰ってきたんですが、あのスローの映像再生を見ながら強いと言いましたね。あ、高見盛りは強いと、はい、相手にそう言わせるほどの強さ、高見盛りです。これで新入幕勝ち越しまであと1番となりました。あ、口の中切ってるんでしょうかね。血が出てましたね、さっきあの土曜日スターに降りた時にね。いや、幕の内始まってもう3番目の相撲で館内が大いに盛り上がった愛知県体育館です。